とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきますね。パワー1から251まで何時間かかるのか、やっていきたいと思います。今、12時間プレイしておりますので、今日も1時間半やっていきます。合計で13時間半になりますね。ではまず、鍛冶屋に出してるこの装備をパワーアップさせましょう。これをね、パワーアップするとだいぶ楽になるんですよね。んで、今、アポカリプスの21までできるんだよね。なので、21を、7回クリアすると25まで、解放できます。7回か。まあ、とりあえずボス何体かは倒せると思うので、やっていきましょう。まずは、要塞を21で回っていきます。3周おしまいですね。どれぐらいのパワーになってる ?216、217、214。若干低いな。確か、推奨パワーは、219か。これ、あと1回出した方が良さそうだね。でも、お金が足りない。どうする？なんか売る？いや、売れないな。まあ、なんか、ちょっと売って、パワー低いやつはもう全部売って、で、それで新しく出そう。ちょっともう一回しよう。2回目、周回しました。もう30分ちょい経ちましたね。おお、でも、228、225、227、もうこれがあれば、もう余裕でいけるよ。桁違いじゃん、強さが。もう、これはもうね、倒せるよ。では、ボス倒していきましょう。では、まずは、ハテナハテナのボスからいきましょう。いや、快適だね。快適。OK。でも最初にね、これだけパワー上げてると、全然違う。本当に。全然戦い方が変わってくるんで、やっぱこの最初のパワー上げ、これ重要だな。これは本当に。これがないと話にならない。よし、OK。終わりー。次、レッドストーンゴーレム行きましょう。ここまでは楽だね。いや、大釜までは楽か。大釜ぐらいまでは楽だけど、その後、だな、今回は、エンダーの心臓まで倒さなきゃいけないんで、そこがちょっと気になるかな。厳しそうな気がする。どうだろう。まあ、とりあえず、どんどん行きましょう。かぼちゃもありましたね。ここも余裕です。で、残り4つか。時間的にあと1箇所ぐらいしか行けそうにない。2箇所行けるか？なんとか頑張れば。やべえ。危ねえ。でも基本的に、おい、ちょっと待ってって。うわ、トゲやばい。これ終わった。まだやられてないから、ギリ大丈夫だけど。ちょっと待て。これやばいってもう。ジオマンサーいるでしょ？オッケー。やめろ、ジオマンサーは。これやっぱね、結構やばいやつが出てきたら、するのよね。ちょっと待て。よし、OK。いけた。これはいけた。一時はどうなるかと思ったけども、いけるね。OK。沼に来てます。もう時間的にここで、1時間半おしまいですね。ちょっと2回、計6回か。要塞に行ったのがちょっとでかかったから、いやでもね、必要だったのよ。やっぱパワーが高くないとどうしようもないからね。で、パワーさえ高ければ、この、マルチハープクロスボウと、愛のメダル2つあれば、どこでも大体いける。今は1個にドラをしてるんだけども、まあ愛のメダル2つだったらばもっとね安定して進むことができますね。まあまあ矢がねある程度増えてきたらば変えて OK みたいなところですね。やっぱエンチャの大とかが来た時がドラないとどうしようもないのよね。なので、その時用につけてます。基本的にはハーフクロス棒で倒す感じですね。これじゃないとちょっと厳しい。いやいやいや、まあまあこれさえあればいいっていう感じなんで、まあなんとかなってますけどね。 OK では宝箱あるっけ？ないか？ないね。よし、では行きましょう。今日ラストは大釜を倒します。サクッと倒せるでしょ、多分これぐらいの火力があれば。いきまーす。攻防打ちでなんとでもなる。はい、オッケー。で釣り竿とダガーか。なるほどね。なんも出ないね。はい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 。じゃあちょっと装備を変えて、クリアしますね。パワーもそこそこ上がったよ。パワーも、結構いい感じになってると思います。それでは今日も1時間半やりました。レベルがね、84でパワーが229となってます。これ、スタート時、俺見せてなかったか。パワーは211でした。211。そこから、ここまで上がりましたね。229。もう251と、そう変わりは、いや、変わりはあるけどね。変わりはあるけど、まあ、いい感じじゃない？あと、3つですね。3つ。砂漠の寺院と、火事場、そして塔だね。この3つをクリアすれば、プラス25が解放されます。で、思ったんだけども、3つ解放した後に、タワー3回ぐらい行けば、251行くんじゃない？多分。アポカリプスプラス25が解放されてれば、多分263が出るんじゃないかな。なんかそうしたら終わるような気もします。はい。では、今日で、13時間半かな？ 13 時間半プレイしました。多分次の、1時間半、計15時間目でクリアできそうな気がするな。はい。まあ、とにかくやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。